けましておめでとうございます。ふなっちです。今回は玉切りせずに1年間放置した広葉樹がどれぐらい乾燥しているのか樹種別に検証しました、はい。こうやって今からこうやってなんか一生懸命なんか喋ってるんですけど、もう D5200 の純正のマイクがね、なんかあんま音質良くないし、なんか自動でこうピントの補正もかかってちょっと見てらんないんで、まあ、とにかく放置した広葉樹の枝が1年放置したらどれぐらい乾いてんのっていうのを検証したってやつなんで、やっていきたいと思います。僕撮影をですね、ニコンの D5200 ってカメラでしてるんですけど、ちょっと純正のマイクやっぱ風吹くと風の音うるさいですよね。なんで今純正のマイクで音拾ってたんで、ちょっとアフレコで解説を入れてます。もう風がボー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 なっちゃってね、聞けないような感じです。で、まあ今見立てしてますね。まあ本当はね、使う前日に取得しとけっていうおっちゃんがよくいると思うんですけど、もう好きなタイミングで目立てしたらいいと思います。で、僕はあんまお金なかったんで、このハイガーの 52cc の F5200 っていうんですかね、これ結構愛用してます。ただこれ純正のハイガーが提供してるこのバーとあれがね、あんま品質良くないんで、こうやって目立てしようとするとこう刃がね、ちょっとなんか動いちゃってなんかちゃんと研げないんで、まあ今の製品はオレゴンのバーとチェーンをつけましたみたいなのがハイガーから出てるんで、それの購入をするといいと思います。もう本当に値段相応ですごいいいチェーンソーだと僕は思います。で、今デプスゲージを見てますね。やっぱり目立てして2、3回に1回はデプスがね、出っ張ってきてないかを見る必要があると思います。やっぱりシューってね、スムーズに切れ込む切れ味はやっぱデプスの調整で出てきますんでね、デプスはね、こまめに見てあげたいですね。で、僕チェーンソーを扱い始めてもう 4、5 年ぐらい経ってるんですけど、いまだにこう溢れさせちゃうんですよね。まあやっぱ欲張っちゃダメっていうことですよね。で、これどの会社のチェーンソーもそうなのか分かんないけど、燃料のキャップを開けた時にプシューってこう燃料が吹き出してくるのがすごく嫌です。僕結構匂いに敏感な方なので、ガソリンが気化した匂いとかすぐ鼻が痛くなっちゃうんですよね。このオイル、チェーンオイルのところもそうですよね。やっぱりとろみがあるじゃないですか。だから思った以上にこう出てきちゃって溢れ返させちゃうってことが多いので、2024年はできるだけ溢れさせないようにちょっといきたいと思います。ちょっと漏れたけど、まあいいか。それじゃあですね、エンジンかけて作業やっていきたいと思います。もう買って丸1年ぐらい経ってますけど、いい感じですね。なんか今始動した時にアイドリング高かったですけど、まあ都度調整したらいいんじゃないですかね。今そこに置いてあるやつはなんか流木かなんかで漂着してきた杉か、ヒノキだね。さあ、ハイガーの切れ味を見よう。こんな感じでね、52cc なりのシューって切れていくんで気持ちいいっすね。これはおそらくもう放置されすぎて2、3年ぐらい経ってるのカシノキですね、これね。で、これ、こういうのはね、中がスポンジ状になってて、水をすごい含んでるんで、こういうのね、放置したからって乾燥してるって言って、薪ストーブにぶち込むのは気をつけた方がいいです。で、今ほっぽり出したのはこれ、クスノキですね。これも伐採して1年以上経ってます。いい感じで切れ込んでますね。これ桜ですね。この桜ちょっとなんかふわふわしてるんで、スポンジ化が進んでますね。ではですね、いろいろ丸太を玉切りしたんで、
まあ、これから検証していきたいと思います。もう風切り音がねひどくて聞こえたもんじゃないんで、古い子でお願いします。で、薪の含水率を測るときは必ず割った直後の断面で中心の含水率を測ります。外側を測ったって乾いてるのは当たり前だし、逆に湿っていて外側がね湿ってるのに中は乾いてるっていう状態もあるんで気をつけてください。最初はこのクスノキの含水率を測ってみたいと思います。これ中心の方湿ってたんですよね。で当ててみるとまあ40近く、場所によっては70って数字が出てますね。で側の方を測ってみるとこれ 15% とかだったんですよね。今ちらっと映ってますけど 16% とかって出てますね。なので外側の方からゆっくり乾燥していくみたいです。はい、次はこれ山桃の木ですね。これも1年以上放置してるんで割って確かめてみます。はい、どうでしょうか。 20% って数字が出てますね。中心で 20% っていうことは、まあ、薪として使うには、まあ、割と燃えてくれるっていうような感じです。 20% 以下であれば薪として使えると言われてます。またなんか引っ張り出してきましたね。これ最初に切ったヒノキですね。なんかすごいファットウッドが、あ、いい匂いがするって言ってますねこれ油が固まったファットウッドです。さあ割って中がどうなってるか見てみましょう。ヒノキめっちゃいい匂いしますね。なんかめっちゃいい匂いがするって言ってますね。でヒノキはこの含水率計のモードでいうセイダーっていうモードで測ります。中心どうなってるでしょう。もう 12% バッチリですね。13側も11もうバッチリですね。はい、次はカシノキを出してきましたね。これもどうなってるか割ってみてみます。目の通りが素直なカシは綺麗に割れますよね。カシってなんか甘い匂いがしますよね。なんかこの匂い大好きです。でカシノキは奈良クヌギとかの部類のオークっていう分類に分類されます。さあ含水率どんな感じでしょうかね。見てみましょうかね。まず中心から20ですね。側は18。うん、やっぱり中心より外側が早く乾燥する傾向にあるみたいですね。まあ 20% 下回っていればもう薪としては使えるコンディションにあるってことですね。さあまたなんか引っ張り出してきました。これはなんかな、あ、ブナだ。このブナの木は海水浴場に流れ着いてきてたんですよね。でこの近辺でブナが生えてるのって球磨川の上流のブナの原生林になるので、僕が住んでるのが八代海の沿岸なんで、まあ、上流の方から倒れて流されてきたと推測されます。ブナの木ね、見分け方簡単なので後で説明してるんで説明したいと思います。お、持ってきましたね。綺麗なんですよねブナ。匂いはですね、無臭さあ含水率計当てていきます。ブナはビーチっていう木の種類になりますので、ビーチって書いてある分類で計測をします。なんか今見せてますね。さあ測ってみましょう。中心で24とか出てますね。26とかですね。側はどうだろう、見えなかったけど外側はなんか 20% で安定しちゃうと思います。まあこちらも 20% だったので合格ということですね。またなんか引っ張り出してきましたね。これは赤目ガシワっていうやつです。木の中では結構柔らかくて、腐れ始めるともう一気に腐れが進行するような割と粗めの柔らかい木です。スポンジ状になってます。これ割って確かめてみましょう。もうなんか楽ちんで割れましたね。さあ匂いを匂ってみましょうか。なんか
森の湿った森の中の匂いって言ってますね。これは柔らかいのでスイダーとかの分類で測ってみます。さあどうでしょうか、58とかで出ますね。これは腐食が進んでスポンジ化が進んでいるので吸っちゃうんですよね、水を。なんか一部分 70% とか出てたな。でこれ一見外側は乾いてるように見えて中がスポンジだったりするともう最悪です。水含ませたねスポンジを燃やしてるみたいになるんで、これ気をつけた方がいいです。今切ってるのはクスノキですね。クスノキって基本的にもう割ろうと思っても手斧じゃ割れないんですよ。あの繊維が緻密に入り組んでいるので。なのでこれぐらいの太さのクスノキはですね、できるだけそのままなんか機械で割るか丸太のまま乾燥させて使いたいところです。ではですね、さっき測ってみて含水率 20% 以下ぐらいのやつを集めて持って帰って炊いてみたいと思います。ちょっと面白い薪があったんで紹介します。どれだったっけ、あ、これだ。これ何だと思います？これあの鶴が巻いてる木あるじゃないですか。これ多分もともとそういう鶴が巻いてねじれてしまっ成長してしまったやつで、でさらにそれをこう木が覆って成長したパターンですね。こういうねじれてる木目が中にあるとマジで割れなかったりします。逆にあの板でこれ引くと綺麗なのが出てきたり歪みの原因になったりしますね。まあいい木が出てますね。でまあ今日時間に余裕があるし、あの前から僕がねこうお金がなくて間に合わせで買ったこれ、このハイガーの F5200 ってやつずっと使ってるんですけど、まあ、使えますねただいくつかやっぱそのこのパッケージ自体のデメリットというか、あのやっぱ良くないところはあります。あの一番はやっぱこのバーとチェーンですね。で今はあの対策がされてオレゴン製のやつがオプションで選べるようになってます。何が悪いかっていうと、こうバーの溝がなんか緩いんですよね。だから左右にこうやって触れちゃうんですよね。なのでまあバーの作りが良くないっていうことですよね。まあ安い、なんで研ぐ時にも触れやすいし切る時にもなんか波々になりやすい、なんか暴れやすいっていうかね。これかっちりした国産をずっと使ってた人にはいただけない点だと思います。でも国産っていうかオレゴンのやつとかね。なんでこれはあのオレゴン製のやつが選べるようになってるんで、それを選べばあの問題ないと思います。この辺ね、ちょっと落としたりしてちょっと割れたりしてるけど、まあ今のところ。あとあの排気量がこれ 52cc っつってでかいんで、で防振がゴムなんでバネじゃなくて、あのあんまり長時間使わない方がいいです。あの本当にあの病気になっちゃいます。体に良くないです。さあ今日も無事に作業が終わったのでゆっくりして帰りましょうかね。今年も怪我のない年になるといいな。こんな綺麗な自然の中で思い思いに作業ができるって幸せだな。僕が今日乗ってきたスバルの R2 はうちのおばあちゃんが免許を返納して乗らなくなったからもらった車です。レボーグもね、家族の車で。うちはスバル多いんですよね。レガシーとかいろいろ乗ったね、インプレッサとか。ここは僕の秘密基地的な場所です。ここで日夜ゆったり過ごしています。では家に帰ってきました。で、あの焚き付け作るちょっと小技を披露したいと思います。で、あの焚き付け作るときにあのなんかね、
なんて言うんだろう、ナタみたいなのをもう使う人いるじゃないですか。で、僕ナタは持ってないんですけど、あのこれでっかい斧で、こういうので作る方法もあります。これ上から振り下ろすと短く持つと危ないんですけど、こうやってね、こうなんだろう、殴るようにしてパコンってこう割れるんで、自分いつもこれの方法で焚き付け作ってます。こんな感じで、ここでね、こうやってね、で手で危ない時はこうやって使ったりして、ね、簡単でしょ。結構欲張りな方なんで、結構最初から詰め込んでつけたいんですよね、火は。このドラフトが起きてる時のこのボーって音いいですよね。こうやってなんか解放して得てるあったかさをあれすると、なんか暖炉いいなって思いますよね、この解放型の。これがブナの木ですね。もう火がついていってますね。いいね。はい、というわけで帰ってきて、ストーブに火つけて、今どんぐらい時間経ったんでしょう。火つけて20分ぐらいは経ちましたかね。ストーブの温度は200度ぐらいに上がってきて、部屋の温度計は19度ぐらいを示してますね。まあ今日外が自体今日が結構もう外が暖かい日なので、九州のね、南九州の方なんですね。まあこんな感じで普通に燃えてくれます。煙ちょっとどんな感じで出てるか後で確認しておきましょう。で、うちのストーブはもうこれ見た人一発で分かるので、コメリのストーブのもう多分すげえ前のコメリのやつをなんか無料でもらってきて、インストールしてます。煙突もまあ割と細いので、まあなんかあれです。で、二次燃焼のね、板ついてたんですけど、もう壊れちゃったんで、もう取っ払って、まあ二次燃焼の吸気口だけあるような感じで、まあ、とてもあったかいですね。まあこんな感じで燃えてくれてます。もう一回これガス率測ってみましょうかね。B だね。これ割ったやつ 15% 示してますね。まあ燃えるでしょっていうような感じですね。はい、ということでですね、今日の、まあ、検証の、まあ、まとめをしたいと思います。まあ、まず丸太伐採、生木で伐採されて1年以上放置していたのを切断して、含水率を測ったら、まあ 20% 中心の含水率がまあ 20% とか 30% とか若干生乾きな状態でも、物によっては乾燥しているものもあり、こうやって側の部分は結構乾燥が進んでいたっていうことですね。なので、まあ、2年以上
こうカビが菌がね侵食しない状態で2年以上乾燥させると、まあ、大体の丸太が乾燥してしまうっていうような結果と言っていいと思います。昔聞いた情報なんですけど、ロシアとか北欧の方ではやっぱりこういう太いやつ、太いっていうか薪割りで手を出すまでもないやつはやっぱり太いやつをこんぐらいで玉切ってもう保管しといて2年サイクルで燃やすっていうのを聞いたことがあります。やはり向こうの方の暖炉ってでっかいので、だからでっかいのをボンボンって入れて一晩中暖を取るっていうような、そうするとこういうのはもう薪割り相手しなくていいのでやっぱ気持ちが楽になりますよね。なので、はい、安心、結果、はい、結論、安心して薪ストーブでこうやって燃やしたいのであれば、そして割らない状態で丸太で乾かしたいのであれば、前少なくとも1年半2年保管するのが、乾燥させるのがいいでしょうっていうような結果ですね。で、1年乾燥で安心して使いたいのであれば、また最低でも半分には割って薪棚に入れて乾燥させるのがいいんではないかっていう結果でいいと思います。まあ新年一発目の動画でまあリラックスして作りました。まあこんな感じで薪ストーブを使っている人だったり、山で働いている人だったり、山暮らしとか山林に近い暮らしに、まあなんかどんな感じなんだろうなって興味がある人の役に立つコンテンツを提供できればって思って、この船津原木のチャンネルをやっています。もちろんね、板テーブル作りも継続してやっていくので、まあそういったでっかいねテーブル気になる人もまあチェックしてもらえたらと思います。とにかくこういう木が絡むお仕事っていうのは、お仕事とか活動っていうのは結構やっぱ命の危険が伴いますので、まあ僕ももちろん、てか僕が一番そうですけど、まあとにかく怪我しないように2024年も活動、ね、楽しく活動できたら、実りある活動できたらいいなと思います。それではお正月一発目の動画はこんな感じでした。まあなんか楽しんでもらえたらと思います。すっげーあったかい。というわけで今日の動画でした。さよなら。これ煙突の様子ですね。煙全く出てないですね。なんか蜃気楼みたいにふやふやってなってるのが見えてます。香りもね、こういう無煙で燃えてる時の香りっていいですよね。なんか香ばしくて燃焼状態いいですね。